聖書をお読みいたします。詩編第46六ン、一節から三節。口語訳旧約聖書の787ページです。本日はこの聖書の箇所より、私の酒どころと題して、田中信坊牧師に説教をしていただきます。聖書をお読みいたします。詩編第46六ン、一節から三節。神は我らの酒どころ。 また力である悩める時の意図近く助けであるこの故にたとえ地は変わり山は海の真ん中に移るとも我らは恐れないたとえその水は鳴りとどろき泡立つともその騒ぎによって山は震え動くとも我らは恐れない天の父なる神様爽やかなこのひとときを心から感謝します <laughs> 日本各地からまた海外の人とご一緒に 日曜日の礼拝を、御言葉を学ぶこのひとときをあなたがお供えくださり、自分でも気がつかない自分の世界をすでにあなたがご存知であり、その世界に最も必要なお一人一人へのあなたの命を、あなたの言葉をすでに備えられていることを心から感謝し、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。 今日の支援の第46編が大好きで大好きでたくさんいらっしゃいますね。この洗礼を受けられる小学生のために支援の第23編をね、ずっと暗記して、その話をこの間いたしましたが、時にはですね、この支援の第46編をご一緒に暗記することもありますが、神は我らの酒どころまた力である。悩める時の意図近き助けである。 この故にたとえ地は変わり海の山な海の真中に移るとも我らは恐れないたとえその水は鳴り轟き泡立つともその騒ぎによって山は震え動くとも我らは恐れないここを読みになってあなたはどんなご印象をお持ちになりますかそうだこういうねパワフルなどんなことがあっても大丈夫 そういう強い信仰をね、こう、そういう世界を目指そう。うん、そのところに、焦点のパチッと決まる人もいらっしゃるかもしれません。それも素晴らしいことです。でも、イエス・キリストは、その素晴らしい崇高なね、えー、それにこう、邁進し、この日曜日の、これからまた、再開されますけれども、このメッセージの前に、 この体験談、お若しと教会で言いますけどそれをお話しなさるそう大方かつてはこのようなものでありましたけれど神を信じ祈りの生活の中に今このような世界になりましたということを大方は語るためにね 初めて来られた方はいやーとてもとてももう全然ねもう違うですから今日の初めての方もいらっしゃいますけど初めて来た人はですねいやとっても眩しいねもうねものすごくすごい人ばっかりに見える見えるだけなんですけどねいやいやそういうこともなんですがでも皆さんどうですか確かなものをね顔を天に向けて素晴らしいというね そういう、この思い、これもいいんですよ。でも、そのようにですね、でもよく実際見ると、とてもじゃないけど、顔を天に向けるなんて、もう自分の状況は自分を見たら、うん、顔も上がらない。でもそういう、この地に顔を伏せるような生き方は、あまり興味のないという方もいらっしゃるかもしれない。 しかし、イエス・キリストはこう言われた。いいですか感謝の祈り。二人の人が、ね、神殿に行って礼拝堂に行ってお祈りをした。一人の人はどういうふうに感謝の祈りをしたか。もし聖書をお持ちでしたら、ルカによる君書の18章の120ページです。<laughs> イエス・キリストはこの二人の祈りについて、一 <laughs> 人、ゆっくりお,あのお読みしてみますよ。 一人はこう言いう祈った。留意施設、神を神様。私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、また修税人のような人間でもないことを感謝します。私は週二度断食をしており、全収入の十分の一を捧げています。こういうふうに祈ったっていう。さあ、こちら見て。何かこの <laughs>、 私はえケチだったけど今十分な捧げ物をしえきちっと断食の祈りを捧げ、えこうなりました感謝します。これも決して悪いことじゃないですよ。でもあのこの間もですね私たちの教会の人がこう世界的なねなんかヨーロッパでの集まりの中にこの証を書いてくださいということで和菓子を書いた。え で、何かこう、工場協会のね、メンバーでいらっしゃるために、何もこう、もちろん素晴らしい顔を天に向けて、こんなにできた、こう変わりました、というね、それもいいけれど、工場協会はいつも自分の位置を知って、それが低いか、ね、高いか、試練か困難か関係なく、その状況のただ中から死を見上げる。そういう思いでね、 こう、記したところ、何かどうもこの、願ってるのは、やはりね、天を仰いで、というのを求められているようで、まあ、違和感ということではないけれど、私たちのね、工場教会のスタイルともまた、違った、こう、印象を受けたっていうようなことをお伺いしましたが、イエス・キリストはこのね、天に向けて祈った人の、ね、でももう一人の人の祈りは、 この後を読んでお別れのように、いやー、とても、顔を天に向けることもできずにって書いてある。その後にね。<laughs> 皆さんどうですか現実を見ると、そうありたいと思うけれど、なかなかそういかない。願うようにと思うけれど、その半分もできないどころか、その真逆を言ってることに、すらも時々気がつかない。 そのように天に向けた生き方もあるけどでも地に顔を伏せながらでも私は今こんなところにいるよろしいんでしょうか皆さん今までのね時代は先ほどこの私のお話の前にお医者さんたちにこのもう167年このレクチャーをしている先生のお話がありましたがとにかく 医学科学と言わず現代の価値観というのはねいつ誰がやってもきちっと同じ答えが出る正解を求めてしっかりとそれを学んでいくというそういう価値観ですもちろんこれも大切ですよ。ある時 <laughs> マザーザン相談に来られた方がおられるそれはねこのいろんなこのセミナーがありますね 自己啓発セミナーって言いますが、頑張ってね、目標を達成しよう。そういうところで、日本有数の大きな会社の社長さんが、クリスチャンでいらっしゃいませんけれど、このトータルカウンセリングスクールの流れに非常に興味を持って聖書を土台としている。で、俺に触れて、よくメッセージを聞いてくださっているんですが、どうしても聞きたいっていことでいらした。 それはこういういご質問でした <laughs> もうすでにこのお話はお聞きになるどころか心の世界をお話しなさる人はあなたご自身もこのお話をお使いになったことがあるんじゃないでしょうかそれはどういうのかというとね大学の先生が <laughs> 生徒たちにいろんなこのお話をするここに一つの器がねガラスの器があって テーブルに乗る大きさですよそこに少し大きめの石といいますかね、えー、漬物石の4分の1ぐらいの、まあ、石と岩というかねそれから握り拳のようなとそれから砂があるわかりますねでこれはこの器にねこう入れてごらんなさいというあの話ですよそうするとねこの砂からどんどん入れていくそうですよね もうとにかく簡単な方から誰でもね、やりやすい方からやりたい。これが人の常ですから。ところが最後の大きい、一番大きいのね、石を入れようと思うと、よくね、そこに入らない。そうすると先生が、人生というのは全て優先順位というのがある。大切なもの、大きなものからね、まずは入れなさい。ですから、 まずはその殻の大きな石をそこに入れて、その次に拳のような石を入れて、そして隙間にね、隙間に砂を入れると、ね、きちっとね、はい、パッチリ入りました。要するにこのお話というのは、何が大切かというものをよく知って、それを第一番目にすると人生うまくいくよ。こういうことですね。 ということを何度も語り、何度もレクチャーしてきた。基本的な初心者はよく、なるほどって感動してお聞きになるけれど、何年も何年もビジネスをし、様々な人生の試練を、困難を、そのような人たちにこの話をして、そして優先順位を立てて、大変でも大きなことからやって、 最後、ね、楽んは最後をやるんだよ。優しいことを簡単なことから先にやると、ね、順序じゃないよ。という話が、試練や困難の多い人たちに話しても、どうも今の話がぴたりとその人の状況の答えにならないんだけど、どうしてですかということ。お分かりですか今の質問。つまり優先順位があり、 大切なのから順番に、そうするとパチッと決まる。ということを、相当ですよ。初心者は基本は別ですよ。相当皆さんのような人生を、あれやこれやと通ってきた人に、この話をしても、それがうまくいかないのは、なぜかと聞かれる。<laughs> その通りです。つまりね、学校でのお話というのは、 最初から正解があるわけです。答えがある。ね。答えがあって、つまりこれはこうなっとこうなるという答え、正解が一つあって、それを探して正解を、に合わせるというね。ところが、現実は、どのぐらいの岩か、砂がどのぐらいか、ね。 とにかく、その都度その都度分量が違う。ですから、その人生がさまざまな状況を通ってきた人っていうのは、基本通りに行かない。それが現実だということです。お分かりですか今までの時代は、正解をたくさん覚えて、正解通りにね、しっかりやる。入学試験はそうです。入学試験というのは、 答えがいくつもあるものや、正解のない、ね、問題は入学試験ではできません。必ず答えがあって、いつ誰がいつもやってもその答えを見つける。見つけたら合格。しかし一旦世の中に出ると、正解がわからない。ね。 正解がないのが、もはや現実の、そういう時代になりました。ですから、例えば、科学的、そして組織的、統計的に、例えば近藤の選挙ではね、皆さんのアンケートをね、こう調査をすると、ヒラリー・クリントンが間違いなく絶対に勝つ、というふうにメディアが出すと、そんならばと言ってメディアに流れていくんだけど、 蓋を開けてみたら、全然ね、調査とは違った、ね、現実というのは、頭で考えた正解でないのが現実だということが、ですから最近は、お商売でも、教育でも、たくさんの統計を集めて、その、そっから答えを見つけているというのは、もはや使われない時代になりました。 お客様が何を求めているのか、お客様に調査してもね、このいい答えであって本音は答えなかったり、お客さん自身がよくわからない。中にこの5つの中から選びなさいって言うと、関係なくても1つを選ぶ。すなに何を言いたいかというと、本当のことがだんだん見えなくなってきている時代なんですよ。皆さん、わかりですかですからその社長さんもなるほど。 全くそうだ。もちろん正解を一つあって、それをしっかり求めて、たくさんの正解をいっぱい入れて、正解と正解を組み合わせてものを考えるということは基本的には大切なんですよ。でも人生には正解がないということです。<laughs> 今日の聖書の箇所も、たとえ字が変わり、ね、山が海の真ん中に移っても、ね あ、これは大震災のことを言ってんですかもちろんそういう面もいいですよ。でも大震災の場合は人はね、もちろん試練でこんなんだよ。でも悩まないんです。なぜなんでこれが起きたかっていう正解がわかるから。震度4の場合はこう。震度7の場合はこう。ね。やがてこうなるというふうに科学的に、ね。答えが しっかりとあってそれを探すこということが可能だから、これはこういう自由でこうなったから、こういう震災が起きてこうなったということがね、つまり自分の頭の中に落ちるからです。ところが人生は、たとえ市が変わり、山が海の真ん中に移るとも、恐れないっていうのはこういうことですが、これはね、 あなたの人生のことを言うのです。たとえ死が変わり。どういうことですかねあなたの生きてる状況が今どこにいるかわかんない。ほうの息子の話、こないだしましたね。お父さんはね、いらない。お父さんの持ってる財産が欲しい。それさえもらえば、え、もう、これでもってね、これが人生だと、 そうでしたね。つまり、たとえ地が変わるっていうことはどういうことかっていうと、あれ予定した通りに自分の状況が、あれ違うぞ。いつの間にかどこにいるか自分がわからなくなったぞ。お父さんはいらない。お父さんの持ってる財産が欲しい。ね。皆さん。お金のためなら命は惜しくない。って言うとみんな、そんなバカなと思うんですよ。だって お金あったって命なきゃダメでしょっていうふうに頭でわかるよ。でも実際、人々に喜びがない。食べるものもあり。住む家があっても、なんだかね、心に平安がないな。その通りです。大切なものを置いて、偽物を自分の人生に、これを例え知が変わると言います。ね そうするとどうなるかというと、うん。皆さん、あれ、おかしいなこういうはずじゃなかったのかな。で、もっと大変なのはね、山が海の真ん中に移ると思って、どういうことですか山っていうのはあなたのことだよ。山には小山さん、中山さん、大山さん、いろいろありますけど。皆さん、山がね、 池に移すんだったらね、池ぐらいならば、そこにあなたが移っても、ね、絵になりますものね。うん、日本庭園になるかもしれない。試練もやっぱり宝に変わりますね。ということになるかもしれないけれど、あなたが山がですよ、海のど真ん中にあったら、なんでこういうことになってしまったのか。どう考えても信じられない。 一点、何がどうなってるんだろうか。あなたの位置がわからない、地が変わるところでない、山が海のど真ん中に移る。とてもこんなことはね、予測もしていなかった。皆さんご自身がそういうご経験があったり、そういうふうな方々にあなたも出会うことがあるでしょう。この方はまさにね、大山さんという人でしたよ。大山さん。ね小山。 中山を越えて大山さんという方がね4人のお子さんがいらっしゃるとにかく一生懸命ビジネスをして働いて働いて働いて,働いてねそして人財産を作り老後はねゆっくりと、ね、あちらに別荘を持ちこちらと思っていたんだけれど先生信じられますかということですか3人の息子は全員離婚をして 子供を引き連れて我が家に帰ってきた。息子は、お父さんと違った事業をしたいということで事業を起こしたけれど、自分が保証人になっていて、大層な借金を抱えね、老後がゆっくりどころではない。ね。まさにね、私はもうね、投げ捨てられて、海の真ん中にドカーンと投げられたようなね、 こんな現実なんて先生ね、ありますかありますよ。支援の第46編にあなたのことが書いてあります。え私のことですかたとえ石が変わり、山が海の真ん中に移るともこの山は大山さんですよ。え一体、な、何がどうなってるのか でも聖書は言うでしょう大丈夫恐れることはないよええー、一体どういう理由で恐れなくてもいいっていうことになるんですかねもちろん今まではこうなったらあ,あなったらこうなって正解を求めてる。でも世の中の現実というのは、えー、その正解通りにいかない。その一回一回が皆違う。 まさに血が変わり、そして山が海の真ん中に移るとも大丈夫。皆さんどうですか今まで見ていたもの、聞いていたもの、自分のもちろん科学的で、そしてきちっと論理に沿う、そのようなことは大切なことですよ。ただ残念なことに、今のこの世の中っていうのは思う通りにいかないどころか、 もうその一つ一つが、なんでこういうことに、なんで、ね、こんなコロナが起きるのか、なんで大地震になるのか。そしてこの聖書の歌詞はこう続いてますよ。たとえこの故に血は変わり、海は、山は海の真ん中に移るとも、我らは恐れない。たとえ、たとえその水は鳴りとどろき。水は鳴りとどろき。 皆さんどういうことうん。パキスタンのアメリカでおりました進学校は全世界からたくさんのですね、特にアジア系からもね、この私もそうだったわけですけど、その勉強した仲間で、パキスタンのね、えー、そして伝道して大きな働きをしているね、私と同級生がね、この間連絡をよこして、パキスタンではね、3分の2はね、 国の三分の二水が使ったんですって。そしてみんな言った。聖書の通りだね。聖書のこの四十六辺に書いてあるようにね。海。たとえその水場なりとどろき。ね。もう水で、もう国がね、皆さん埋まっちゃうって言うんだもの。皆さんそういうことあるね。でも、工場協会のある人がこう言いました。ね、いやー。 私は泣いて泣いて涙を流してね、涙が枯れた。ですからあなたにとっては、この水が鳴り届きは、現実に見えるパ,パキスタンの国のその先生のように、で、私もね、献金を送らせていただきました。そして私は礼拝であなたのことを言うから、きっとそれに賛同してもし献金が与えられたら、必ず送るよ。って今皆さんが今コマーシャルに入ってわかりましたか日本なのことですが。 うん、でもあなたにとって水は成りとどろきというのは本当に悲しみ、悔しい。そしてもう海がね、満杯になってもまだ足りないほどの、ね、水のあなたがね、その、その世界かもしれない。そしてその次に、そうですね。泡立つとも。泡立つってどういうこと ある人は苛立つじゃないんですかその通りです。人生本気でやろうとすればよ、するほど、そこに悲しみが伴い、不安が、不安が大きくなると恐れになり、そしてその恐れに一皮むけると、深い怒りがその背後にあり、そしてそれにもみ、くたくたになると、本当にも、虚しいという虚無になって、 もう死んでしまいたいと思うけれど、死ぬほどの気力もなくなるような、それが、まさに、そうですよね。泡立つというよりも、苛立つ世界かな。でも、聖書はこういうね。でも大丈夫だよ。ええー、皆さん。山は震れ動く。山ってあなたでしたね。皆さん、カタ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 ,カタってこう、 本当にこう存在がね、あなた自身の存在がガタ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 、そういうご経験がありますかそれは健康のことで、あるいは人間関係のことで、経済のことで、もう自分の存在そのものがね、こうガタ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 、震える。でも大丈夫だよあなたに命を与え、そして全てのことは、 神様のご計画の中にある、そのことに立ち戻るときに、すべては相働き的となる。カタカタ、カタカタと震える。ね。震えないように努力をするけど、その努力がね、崩れる日が必ずやってくる。カタカタ、カタカタカタ。そのときに、そこの勝負ですね。そのとき、逃げることもできる。 それを隠しごまかそうともする。でも、これが私だ。ねえー、はい。これが私だ。ここに私の酒所、本物の人生があるというところに立ち返る。そこにね、つまり、ああ、私は、献金もし、断食もし、神様ありがとう。いいですよ。 でもそれを目指そうとする現実はとても顔が上に上がらないつらい悲しいどうすることもできない皆さんそこに神様が酒どころそこがねあなたと出会う場所だよその時に「そうだ と立ち上がって、全く今までと違った世界を迎える人がいますね。今までも何人もそのようなケースでね、最近も似たようなケースに出会って、その人にもね、あなたと同じようなケースで、でもそこを乗り越えてね、乗り越えるというかそこを酒どころにして、人生が変わった人いるよ。まあ、工場協会では、先ほどのカウンセリングというか、心の世界のね、 勉強をクリスチャンにない人たち、ね、医療関係者というさまざまな経済、さまざまな人にご一緒に勉強してまいりましたけれど、そういうことでね、この先ほどのこのお子さんの問題、つまりなんでこんな風になったという話をしましたけど、でも、みんなその5人、ね、子供たちが全く人生が変わっていかれたんですが、このお子さんがね、 さまざまな状況まあ心の病気になったりギャンブルに走ったりですねまあさまざまな状況そうするとね親の方がいらっしゃる最近、まあ、多いのはうちに引っ,こ引っこもってねそしてこうみんなが怖いでも人の前に出るのは嫌だこんな大勢の人なんかとてもつまりみんなの視線がね要するにこう自分がダメだっていうねこうみんなにね こう自分がねうー、そういうふうに見られているって、見られているんじゃなくて自分が見ているわけですけどね。それで、カタカタ、カタカタと震えるわけです。で、そのことにどうしたらいいか。いや、それが現実で。そこに答えてくださるのが、全能の神人となってイエス・キリスト、イエス様を通して与えられる精霊の神様ですよっていうことを学び、それを自分の生活の中にしっかりと自分のものにしていくわけですが、 ある時、そのご主人と話していると、ええ、あなたはね、自分のことを大切にし、自分のことを大切にする分だけ、あなたの息子さん、ね、もう大切にできますよ。ええ、私の中に、もう一人自分がいるかねええ、だんだん勉強しているうちに分かってきましてね。ああ、いるいるいる。この間も言,言いましたでしょ中川君っていうのはね、もう一人の自分は将軍だ。うん。ね高木先生はね、やりたい放題さんだとね。 もうみんなこう、もう一人の自分の紹介がありましたけど、その人はですね、教育界の、ね、高い地位におられた方でしたけども、この人はこう言った。うん、私は自己中心かな。こう言ったんですね。でも自己中心とおっしゃったけど、それは、ね、あなたの中のこう知性っていうかね、その正解がこう自分につけた名前であって、 自分のね、お子さんの本当の名前ではないんじゃないかな。ああ、そうかな。聡明な、その人は考えましてですね、どうも、どうも自分はグズらしい。も、ま、う、あ、いろんなことやるけどね、パパッとできない、グズだ。クズじゃないですよ。グズ。まあ似たようなもの。余計なことでしたけど。グズだ。ね。も、ま、う、あ、とてもこう気はずこそうに言うからね。いやいや。 先生、グズでいいんじゃないですかグズって言うと、何か、こう、物のね、この影の部分を見るけれど、グズっていうのはね、こう、容量は悪いけど、誠実でね、そして、コツコツとね、うまくこう、はできないけれど、丁寧にする、グズでいいんじゃないですか、ね、その、グズっていうのは、ね、光の部分と影の部分。 みんな光の部分を叩くし、自分でもこの光の影の部分を叩くけれど、その分だけね、光、そしてワンセットで、両方とも、どちらも主の見手の中にあって、時には光の部分が生かされ、時には闇の部分が生かされ、神様はすべて感謝受けるならば、して受け入れるならば、何にも捨てることもない。 っていう見言葉のような人生があるということを、その人はお気づきになってね。そして、そうだ。そして、いつものように、もう昔の話ですけど、この礼拝堂でですね、その、その先生と、それから奥様がね、通られた。そして奥様が前に出た時にご主人が来た。つまり、昨日ね、 発見したグズっていうことは言わないでくれよ。わかりますね。でもそうはしなかったその人は。どうしたかっていうといいですかその前の日会ったその日に奥さんに「いや今日心の勉強をしてねだいぶ分かったんだ」ね。ね自分はこうだと思ってたけど本当はね自分の正体はグズ。 うん、そして「グズ」って言いたくなかったんだけどね田川先生がグいい「グズでいいんだよ」「グズでいいんだよ」って言ってごらんっつうから「いやあとで言います」って言ったら「今言わなかったらいつ言うんですか」ってね「いつもあの言葉使うね」言ってみたんです「グズでいいんですよ」「グズでいいんですよ」四4回目にね「俺ホッとしたんだよ」と奥さんに語った「えぇ、ー!」ねえ そしたら奥さんが、何あなた昔からグズよって言われて、カチンと来た。ね今頃気づいたのそこが勝負ですね。その言いたくない。見せたくない。ねでも、それが私だと、私も妻にも言われたくないけれど、酒所を担当する全能の神様は、 それでいいんだよ。それでいいんだよと、あの方がおっしゃるから。妻も認めない、友達も認めてくれない、私も認めてくれないけれど、あの方がおっしゃるんだから。えー、顔は血に伏せたままでも、あの方がおっしゃるんだから。皆さん、そうするとね、 そんな、ダメだ、言わないでくれってこう、震えていた、そのお父さんが、いや私は私でいいんだ。なぜならば、誰が決めるのでもない、私も決めたくない、決められかねるけれど、私を作られた、神の作品として私を作ってくださった、全能の神様は、それでいいんだよ。そのところでいいんだよ。それがあなただよ。そっから祝福が始まるよ。 そうおっしゃってるんだから。ねですからもう隠す必要がなくなった。つまり、そのありのままでね、ね生きることができるように、もし親がなると、子供さんは、カタカタ、自信がない。カタカタ。でも隣の親がカタカタって震えながらね、どうですおばあちゃん、おじいちゃんがいて。 孫が、おじいちゃん、うん、怖いよ、っていう時にね、怖がってダメなんだよ、お前。ちゃんと前歩け。俺の防波堤になって、なんて言いながらね。おじいちゃん、おばあちゃんがね、孫の肩を押さえて、怖くなんかないでしょう、ガタ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 ,タ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 、怖くない。お笑いになるけれど、そういうもんですよ、人生って。どこかで、どこかで、酒どころは、 遠い向こうにある、今このただ中で今このところが私の酒どころ。認めたくないな本来俺こんなものじゃないんだよ。というね、勝手に立てた自分のイメージ、偶像で自分を叩かないことです。皆さんがどういうか関係ございません。え ただひたすらあの方に目を止めて、そうしてそうですよね。なんで子供が自信がないのか。お前自信がないんだぞ。という正解を何百遍言っても同じでしょうね。もっと悪くなるかもしれない。だから自信とは何かという説明、正解ではなくて、たとえ血が変わり山が海のおもに移るとも、 私は恐れないなぜ全能の神様が共におられるから。そうするとね、あれいつの間にか孫が学校に行き出したぞい。あれあんた娘タバコやめろって言ったのに、あれ俺が言わなくてもやめたぞ。あれパチンコばっかりしてた。あれは息子あれパチンコやめたわい。たくさん工場協会では、ね 正解ではない。実体。そのいるところ、いるところを探し、そのただ中に来てくださる、イエス・キリストと一緒に、ね。そうして、古城教会の私たちの神の家族のね、特徴は、頭で正解をたくさん知って、神の愛とはこういうものである。ね、正義とはこれこれである。もちろん必要ですよ。 だって皆さん、ご夫婦でいらっしゃる人、たくさん今日いますけど、神の愛について、ギリシャ語ではヘブル語ではこう言い、マルチン・ルターはこう言った、カルビン・テツビンはこう言ったということたくさん聞いてね、そして、互いに愛し合うことがどんなに素晴らしいかという立派なお説教を聞いて、うちにお帰りになって父ちゃんと母ちゃんが夫婦喧嘩をしていれば、息子たち、孫たちは反面教師で、ああはなりたくないと、 ねえ、クリスチャンになる人もいるかもしれないよ。あ,あんなにも簡単にもうそうならないって言いたいんだべ。うん、その通りななる確率は極めて少ないというふうにも言いたくないんですけど。だってみんなね、頭でね、正解で人生が成功するなら、みんな成功してる。わかるけどもできない。ね その通りだけど。だから、正解の時代、理屈の時代、大切ですよ。理屈はよくわかんねえけどな。神様って言われても説明できないんだけど、おら、祈ってみたればよ。森さんという私たちのね、ヨーロッパにいる人が最初あった。私はクリスチャンでも何でもなかったんですけど、ね。 でも、イエス・キリストという方がれるということを聞いて、ね、イエス様って、ね、祈ったら、本当にね、教会にもまだクリスチャンじゃないのに、そのことを祈ったらね、そっからね、全く新しい人生が開かれた。こういう方のお話を聞いて感動しましたが、あなたもどうですかならば、神は我らの酒どころ、私の酒どころを、 あなたが体験、つまり今いるこのところ、いいですか今いるこのところ、この状況の中で、どうしたら、そういうふうに、ええ、5人のお子さんがもう離婚で帰ってきて、息子はね、そこで言ったでしょうもう、もう、もう、う残らないところが借金までできた。でも、全能の神を信じ、 神様に祈り、学び、そしてね、自分の人生が、そしてやがてこう言うんですよ。いやー、子供たちは離婚して帰り、息子はですね、もうこうなって、んー、これはもう一体何事か。山が海の真ん中に移るような、でもそのことでも、全能の神を信じる、そして祈るときに、あのことがあったために、 こんな素晴らしい人生を味わっている。皆さん。そのコツは何かというと、その通りです。今お読みになっている支援の、この11節の支援第46編のですね、そこにその答えが書いてある。10節です。何節から読んでみるよ。今、1節2節3節は今読んだね、たとえ、血は代わりのとこですね。 七節。万軍の死は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒所である。来てシの見業を見よ。主は驚くべきことを地に行われた。そして、ファイナルです。十節。沈まって私こそ神であることを知れ。さあ、ご一緒に言いますよ。三、はい。沈まって私こそ神であることを知れ。三、はい。 静まって私こそ神であることを知れ。もう一回、三、はい。静まって私こそ神であることを知れ。皆さん、これがマスターキーですよ。静まって私こそ神であることを知れ。さらに深いところはですね、12月の第二の祈祷会の時に同じ箇所から静まって祈るというメッセージを備えておりますが、 要するに、今このところが、天国は彼方にある、でもあなた方のただ中に今ここが酒所だよ。そう、静まって私こそ神であることを知れ <laughs>。まあ、あれはこれやと <laughs>、中介書を読んだり、拙い私のお話を聞くよりも、繰り返し繰り返し、 静まって私こそ神であることを知れ。静まって私こそ神であることを知れ。静まって私こそ神であることを知れ。皆さん、ね、御言葉を唱えてみる。ね、繰り返し繰り返し唱えてみると、御言葉がね、これは神の言葉の命ですから。 あなたにとって静まるっていうことはどういうことであちこち向いてたのがこう本質命の方に目を向いてたとえ血が変わったそれがあの方と息子がねお父さんのもとに帰ってきたように一人一人どうしてもねその答えを聞きたい正解ねでも正解はあなたにあんまり役に立てない。なぜかというと あなたの今の状況の今のところで静まって神であることを知るということは今の私にとっては何を考え何をなし何を持って待つのかということを必ず精霊様を教えてくださるからですでもヒントとして言うならば多くの方に聞いてみるとそうでしょうね静まるということは 止まるってことだよね。現代人は立ち止まることできないもの。でも動いてないと。もう止まったらないかこうね。マグロはもういつも泳いで止まったら死んじゃう時だそうですけど、ね、マグロのような人生。でも、ふっ、今皆さんね、私今止まって聞いてますよ。止まってる聞いてるふりしてるだけでね。 礼拝終わったら午後何食ってくるかな米沢に来てから米沢に言うか止まらないでもう先にね、歩いてる方もね、3人ほどいらっしゃいますよ。うん。だから止まるっていうのは、もちろん体が止まることとともに、心を止めてね。そうですね。止めたらどうするここです。向きを変えること。向きを変える。 ある人がお話を聞きながら「結局な砕かれることだな」とねこの私の話の後とそのを聞いた人はね結局砕かれることだなと言いながらね帰っていく姿をうちのスタッフが見ていいなあなんだかイエス様がそこを通っていったような感じがする。「静まる」というのは止まることそしてね「向きを変える」というのは「 素直になる。何か見え合うガを張ってたな。それをお返しすることだな。が、向きを変える。うん。みんな向きを変えるというのは、あなたにとってのね、はい。止まって、神様にご挨拶し、今までのね、見てるものを別のもの、つまり向きを変える。そして、消すことですよ。何ですか、消すって。 今まで握ってるもの、これさえ解決すれば、ね。この問題さえ、ね。それを神様にお返しする。空っぽになる。すなわち、今の自分にとっての希望。それはお金、ね。家族、健康。これさえ。で人は握ってるものに振り回されるんだから。それを話せば、あなたがね、ほら、振り回されないでしょ 止まる向きを変えるそして返すつまり握っているものをつまり消すと言いましたけどほら消すって言えばそうでしたよね、はい、昔昔そのねちっちゃな船に乗った漁師さんが夜になってねありゃー帰り道分かんなくなったぞどっちがオらほの港だっけえ そしたら慣れない人がお上がりつけて照らしてみろ、ね、もう海の真ん中でね、海の真ん中にいたんでしょうかね。もう帰り道どっちだべってね、こう光を照らしてみたけど、港は見えなかったそうだね。でも、<coughs> 経験豊かな、ね、船長さんというか、ね、その人が、おう、松明の日全部消せ真っ黒足元どこ、何も見えない。 希望を探すために、そこでね、懐中電灯を照らす人をいね、つまり松明を。だって、見えないんだけど、なんとなくね、こう、遠い向こうが自分の照らした正解で見えるような錯覚になるんだね。だから、それを消すっていうのは相当不安でガタガタ震えるよ。うん、何も見えない、真っ暗だーーってね。でも、 見えてくる真っ暗そして何にも見えないようだけど周りを見ると「あっあっちだあっち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 が港だ」「港の日がちらっと見えてくる静まって神であることを知る静まって私こそあなたに命を与えた神様が必ず見えてきます」 止まる向きを変える消す持ってるものみんなお返しする何にもなくなったお金もなくなった友達もなくなったもう計画書もなくなったガタ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 よ震えても恐れることはない このところに、今ここに主が共におられることをね。そうでしたね。静まってというのは、止まって、向きを変えて、消す、神様にお返しする。そしてどうする主に呼ばわれることです。何もわからなくてもいい。神様一つよろしくお願いします。私の願いはこれこれですから、これ叶えてください。それもいいよ。 でもできるならそれも神様にお返しして、私の願いはそうですが、私の願い以上に、あなたはすでに備えなしてくださる方でありますから、どうぞ、私の願いを春子に超えて、私に最も必要な道を神様は与えてください。必ず、いいですか見えるようになる。 そしてね、聞こえてくるんです。希望の声が。そして、なるほどというね、正解がわかるんじゃなくて、誰がやっても同じ答え、あなただけに必要な答えがわかる。ある時 <laughs> 若いお母さんが赤ちゃんをですね、 その、うん、まあ、やめるというか、結果的には、ね、命をね、奪うような、そしてそれが刑事事件になる、そういうさなか。でもね、これはここで裁いてみても、本当の答えにならないということで、そして、そこに参加することを求められた時がありました。どうしてね、そしたらね、 赤ちゃんがガーッと泣くでしょそうするともうねガタガタガタ,ガタ震えてねそしてもうね「もう来たくない!」とねそしてもう気が付いたら泣き声の口をにガーッと手を当ててたっていうねえ考えてみれば結婚する前に姪っ子やおいっ子が来て、ね、えそしてお姉さんの、ね、こう面倒見るように。 あの時もね、もう,もうちょっとでね、泣き声で、ね、口止めようと思った。そんなこともだんだん思い起こして話してくださる中で、静まって私こそ神であることを知れでしたね。神様に祈る。そしてその人とじっくりと話して見えてきたんです。自分がね、 子どもの頃まんまんとあることで泣いたでも誰もね自分を関わってもらえなかったあの自分の泣き声が今再現されて聞こえてきてやめて聞きたくないっていうねそれだということに彼女は見っけた うんそういうのをトラウマって言いますねトラでも馬でも牛でもいいんですけどとにかく過去のそういうね見える聞こえる分かるんですよ静まって私こそ神であることを知れそして丁寧にかつてのその自分の孤独のただ中に、ね、それが再現されるその出来事の中に え神様に祈りそしてそこにね気づきを与えられ癒されて少しずつねそれが取れていって泣き声を聞いても全然引き出されなくなったその後3人のお子さんが生まれましたもうみんな二十歳を過ぎてこの間その3人のね お母さんがどうしてあなたたちが生まれてきたかを話すために東京でお目にかかった「お母さん初めて聞く話ね」。3人のお子さんがつってもう大人ですよ涙を流して感謝感動でしたね。それはね 私じゃないんだよ。静まって神で、私こそ神であることを知れ。これがあなたのあなたにしかない手作りの人生に関わってくださるね。神様どうぞ私と共に、人となったイエス様が私と共に、そして目を張って隠したくなる。でもそれを弱さ、罪というならその罪のために、<coughs> 死んで三日目に蘇られたイエス様、私を、あなたを呼ばわります。イエス様の名を通して神様に、静まって私こそ神であることを知れ。静まって私こそ神であることを知れ。あなたがあなたの内なる人にそれを語ってごらん。 そうすると、ああ、グズでも。ね。ある方は、背が小さいというね、チビっていう言葉がね、大嫌いだったんだけど、あ、チビでいいんだ。えなぜだからね、そう、光の部分と影の部分があるわけでしょ。で、みんな影の部分を責めるし、でもね、光も影もね、皆さん、神様の御手の中だよ。 あなたを支える下には永遠の身腕がある。あなたを支えている。静まって私こそ神であることを知れ。静まって私こそ神であることを知ることです。お祈りします。